ここではアセンブリと構造単位であるコンポーネントについて説明します。コンポーネントは構成によって単一形状と複数形状の2種類があります。単一形状でも複数形状でもファイルタイプが同じであることに気づいたかと思います。これは単一部品として全ての形状が含まれているためです。これは統一デザインの環境の一部です。 このアイコンは単一形状のコンポーネントのようにも思えますが、サブコンポーネントを持たないコンポーネントを示しています。サブコンポーネントを持つコンポーネントも見てみましょう。このコンポーネントの内部には複数のコンポーネントがあり、それを示すためにアイコンが切り替わります。各コンポーネントは独自の原点セット、ボディ、 スケッチコンストラクションジオメトリージョイントを持つことができます画面を見ると複数のボディが表示されブラウザーでそのボディを確認するとそれぞれのボディがそれぞれ別のコンポーネントに含まれていることがわかりますボディがデザインを表現しコンポーネントがアセンブリを作成するための関係を定義します ボディとコンポーネントの動きがどのように異なるのか見てみましょう。コンポーネントの原点を表示に切り替えることから始めます。これにより何が起こっているのかをより視覚的に捉えることができます。まず、移動コピーツールを使用し、オブジェクトの選択をボディに設定します。ボディが移動可能な状態になり、コンポーネントの原点から遠ざかっていくのが見て取れますが、 他のボディとその原点は変化しません。もう一度移動コピーツールを実行し、オブジェクト選択をコンポーネントに設定します。コンポーネントが移動可能な状態にあり、原点とコンポーネント内のすべてのボディが紐づいて動くことがわかります。アセンブリの作業を始めたいときは、ボディではなくコンポーネントで作業する必要があります。また、オブジェクトをドラッグで移動したい場合、 そのオブジェクトがボディ内ではなくコンポーネント内にある必要があります。オブジェクトをドラッグするとコンポーネント全体がドラッグされます。オブジェクトを動かしたり動きを加えたりする必要がある場合は独自のコンポーネントになっていることを確認することが最も良い手段です。私たちが部品の動作を説明するとき、ジョイントを利用して部品間の動きを定義します。ジョイントはこの部品の関係を示すためにコンポーネントのみが対象になります。これは ボディとコンポーネントの違いを理解する際に覚えておく重要なことです。図面にもコンポーネントが必要となります。各コンポーネントにはパーツ名、番号、および説明を定義できる独自のプロパティセットがあります。これらのフィールドは部品表を作成するときに図面に表記されます。コンポーネントを選択的に表示することができます。 コンポーネントを右クリックで選択表示すると、選択したコンポーネントを除くすべての形状を非表示にでき、単独で表示ができます。作業を終えてから選択表示を解除することもできます。最後に、コンポーネントを使用してインスタンスを作成する2種類の方法を説明します。1つ目は、コピーと貼り付けを使用した同じ部品としてのコピー作成です。 このクランクアームの面に変更を加えることで、複製されたインスタンスにも反映されることがわかります。二つ目の方法は、コピーと全体貼り付けを使用した別の部品としてのコピー作成です。新しく作成したインスタンスに変更を加えても、元のコンポーネントには反映されません。 このように、ギャップの幅を変更しても元のインスタンスには反映されません。